こんにちは、スタイリストの小山俊です。今回の動画では、超簡単、40代の春コーデベスト3というテーマで、皆さんに動画をお届けしたいと思っています。 僕のチャンネルはですね、結構いろんな世代の方が見ていただいてるんですね。主に30代中頃から40代の方がですね、僕のチャンネル見ていただいてるわけなんですが、まあ、30代と40代でやはり似合う服だとか、どのようなコーディネートが人から見た時に印象がいいのかっていうのは結構変わってくるなと思うんですね。まあ、僕自身年齢非公表なんですが、 30代ラストイヤーを迎えてるわけなんですけども、僕はちょうど狭間の世代で、まあ、30代の着こなしも好きでよくしますが、まあ、だんだんですね、年を重ねてきて、まあ、40代これから見据えた着こなしというところは考えなくちゃいけないなと思ってるわけですね。まあ、ざっくりお伝えすると、30代の頃はある程度トレンド感のある着こなしって似合っているんですが、まあ、40代になってくると、あまりトレンド感が強すぎても、ちょっとこう自分の見た目だとか雰囲気にマッチしなかったりだとか、やはり40代以上の方っていうのは、 サイズ感一つを取ってもですねゆったりめのシルエットというところにそんなに見慣れてないですし、そういったものをやってもちょっとだらしなく見えてしまうことも少なくないので、まあ、そのあたりを踏まえながらコーディネートを考える必要があるんですね。 ということで今回の動画では40代の大人世代の着こなしということで代表的なものをですね3つご紹介したいなと思っています今回の着こなしというところを軸としながら春のコーディネート皆さんの手持ちの洋服の中で広げていただければなと思ってますのでぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っていますどの着こなしも基本的にはベーシックですねその中にトレンド感っていうのはいつものコーディネートよりも少し抑えめにしてるんですね もちろん40代以降の男性でも似合いますし、30代の方でもちょっとトレンド感が強いのは苦手だなとか、ゆったりめのサイズ感得意じゃないなという場合は、今回の動画すごく参考になるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ、こんな形でこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからは具体的にコーディネートを皆さんに解説したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、今の着こなしなんですけども、まあ主役となるのはこのカーディガンですね。カーディガンとシャツの組み合わせというところ、これはですね、春の鉄板かなと思ってまして、一番上に着てるのは、これはですね、グローバルワークで購入をしましたえ、カノコのですね、カーディガンなんですね。 これすごく使い勝手が良くて、僕はこの春にもよく使っているんですけども、内側に着ているものはですね、今度はバンドカラーのストライプシャツですね。これは僕のブランドのソーのですね、オージャーのものなんですけども、こういったシャツとカーディガンの組み合わせっていうのはすごく鉄板で大人っぽく見えるので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思ってます。で、内側に着ているシャツなんですけども、襟型はですね、もちろん普通のレギュラーカラーのものでもいいんですが、 重ね着をする際には、割とですね、こういった襟がスッキリとしているバンドカラーが結構ですね、収まりがいいんですね。 ですので僕はジャケットだとかカーディガンをシャツの上に着るときにはこういったバンドカラーを着るようにしています。またこういったシャツっていうのはこのアイテム自体が小綺麗なのでこのアイテムに対してジャケットカーディガンを着てしまうとちょっとビジネスっぽく見えてしまうこともあるのでまあバンドカラーぐらいの方がですね旬な雰囲気も漂いますし程よくカジュアル感も漂うので僕は使い勝手がいいんじゃないかなと思ってますね。で上半身はこういったネイビーとかブルー系で 色合いを揃えて、で、ボトムスはですね、こちら、デニム風スラックスということで、これもね、ちょっと前になるんですが、ファブリック東京で作ったデニムスラックスなんですね。まあ、正確にはデニムではないんですが、デニム風に見える素材感のもので、まあ、こういった形で、下半身はカジュアルさを取り入れてあげつつも、本当のデニムというよりは、色落ちしてないようなクリーンなデニムなので、大人の男性にもこういったものは似合いやすいかなと思います。ここ最近はですね、割とデニムスラックスちょっと増えていまして、 僕も好きでよく履いているんですが、まあ通常のデニムに比べるとセンタープレスが効いてるんですね。見えますかねまあセンターラインが効いてるので、ちょっとこうデニムの中でも小綺麗な感じがするのと、あとはシルエットですね。これもこう、通のデニムに比べるとスラックス調になっているので、デニムなんだけども大人っぽく見えるというところが、まあすごく使い勝手のいいポイントかなと思っています。もちろん通常のブルーデニムで色落ちしてないものを合わせてもらっても全く問題ないので、それは皆さんのお手持ちのもので対応していただければなと思って ますそして、えー、スニーカーですね。これはですね、もう白レザースニーカー。これが40代以上の男性では、マストアイテムなのかなと思っています、まあ。ニューバランスのスニーカーとか、旬で個人的には大好きなんですけども、ああいったものって、まあ、アイテムの特徴としては、 なさかっこいいというところがあって、おしゃれが好きな方には響くんですけども、一般的にはですね、ニューバランスのスニーカーって、おじさんが履いてるイメージも強かったりするので、40代以降の男性が履くと失敗するとですね、ちょっとおじさんっぽく見える場合もあるので、まず失敗ないですね、鉄板シューズとしては、こういった白系のレザースニーカーとか、あとはブラックのレザースニーカー、このあたりなのかなと思っています。このあたりがですね、まさにこう年代によって似合うものが微妙に変わってきますよというポイントなんですが、 ぜひですね、こういったレザー系スニーカーの清潔感だとか、爽やかさというところを活かしながらですね、コーディネートを組んでいただければなと思っています。まあ、この着こなし一つのベースとしまして、中を例えば無地系の T シャツだとか、薄手のニットに変えてもらうのもいいかなと思うので、ぜひですね、こういったカーディガンを中心としたスタイル、皆さんも実践をしていただければなと思っています。 はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、今度は主役としてアウターに、まあいわゆるシャツアウター風のものを持ってきたコーディネートになっています。僕が今着てるのは昨年購入しましたグリーンレベルのカバーオールなんですが、色はですね、こういったちょっと深めのグレーになっていまして、カバーオールなんだけども、従来のカジュアルな感じよりは少し綺麗めな方向に振ってあるんですね。 このような丈がこう長すぎないアウターというのは今年も様々な形が出ていまして大人の男性にも似合いやすいかなと思うんですね。個人的にはですね今年買って気に入っているのはこういったちょっとこうミリタリーライクなファティーグジャケットと呼ばれるようなものなんですがこれはですね正直賛否両論がありましてやっぱりこのようなオリーブ色ということでミリタリー感が強いんですね。ですので40代以上の男性だと ちょっとこう似合わすのが難しかったりするので、できれば短い丈のアウターを羽織るときにもですね、見え方としては綺麗めに見えるような、あまりこうデコラティブじゃなくて、デザインはベーシック。なおかつ色に関しては、ネイビーだとかグレーだとか、そういったものの方が遥かに使いやすいかなと思うので、こういったもの。まあ確かですね、グリーンレベルには全く同じようなものはないですが、似たようなものをリンクを貼っておきますし、あとは GU なんかにもですね、こういったシャツアウターって結構良いものがあったりするので、まあいくつか参考に、 リンクを貼っってておきたいなと思ってます、まあ、こういったライトのアウターがあるとすごく便利で今内側にはですね丸首のニットを合わせているわけなんですが T シャツの上に着ても全然いいかなと思うんですね。無地の T シャツの上にこういったシャツアウターを着るだけで簡単にですね、トレンド感ほんのり漂わせることもできますし、かといってベーシックな範疇から外れるわけではないので、40代以降の男性には似合いやすいかなと思っています。流れでちょっと触れましたが、内側にはですね、こちらライトグレーの丸首のニットですね。これも以前動画の中でご紹介しました、ユニコーンの 3D ニットというやつですね。 このライトグレーがまさに春らしい色合いで、なおかつホワイトに比べると少し旬な感じも漂うので、なかなか使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。で、内側はですね、ちょっと首元が開くので、白の丸首 T シャツを着ています。そうすることでちょっとチラ見せすることができて、レイヤー効果も得られるので、このような形で白、ライトグレー、そしてチャコールグレーという形で、上半身でグラデーションを組んでいます。 そしてボトムスはですね、まあ僕の動画の中では鉄板でよく出てきています。まあイージースラックスタイプのものですね。 僕が今回選んでるのは、まあ、こういったタイプっていろんなブランドのものがありますが、40代以降の男性の鉄板というところでは、グローバルワークのアーバンスラックスですね。これが一番足が綺麗に見えるんですね。ですので、40代以降の男性にとって、まあ、サイズが合えばこれが一番使い勝手がいいんじゃないかなと思ってます。ユニコンのスマートアンクルパンツの方は、もう少しモンりリーにですね、ゆとりがあって、ちょっとトレンド感が強いんですね。 まあそういったものは30代後半の方とかがよく似合うんですが40代以降の男性でスタイルをよく見せるだとかなるべくジャストサイズだとかタイトなシルエットが似合いやすい世代にはこういったアーバンスラックスがハマりがいいかなと思うので今回はこちらを履いていますで足元は先ほどと変わらずにですね白レザースニーカーコンバースのオールスタークップですねこれを履いていますまあこんな形で、まあ、着こなし的にはそんなにアクセントがなくてちょっと退屈に感じるかもしれないんですが 大人の男性がベーシックで定番的な着こなしをするのであれば、こういったスタイルは一つですね、ベースにはなるのかなというふうに思っています。ちょっと物足りないなと思った方は、内側にちょっとプリント T シャツを着てみるだとか、あとはボトムスをブラックではなくて、ちょっとオリーブ系のパンツにしてみるだとか、そんな形で少しカスタマイズをしていただければ、皆さんに合ったスタイリングができるかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目のコーディネートなんですが、見ていただいてもわかる通り、セットアップですね。僕が着てるのは、色はちょっとブラックになるんですが、昨年購入しました、ユナイテッド東京とウォモという雑誌とのコラボレーションのブラックのセットアップなんですね。まあ、サイズ感はちょっと緩めのものを選んでいるので、ちょっとトレンド感は出てしまうんですが、皆さんのお手持ちのセットアップでも全く問題がないので、ぜひ皆さんもセットアップのスタイルをお楽しみいただければなと思っています。 僕の中ではセットアップっていうのは綺麗めですごくいいんですけどもある意味で手抜きのコーディネートだなと思ってるんですねというのもセットアップってジャケットとボトムスこの2つがもう完成されているのであとは内側に着るものを変えるだけで簡単にコーディネートが完成してしまうからなんですねそういった意味ではセットアップはですね頭を使わずにですね組み合わせが作れるのでぜひ大人の男性にもトライをしていただきたいなと思ってます もちろんですね、セットアップの良さとしては、気軽にコーディネートが組めるだけではなくて、大人っぽく綺麗めに見せることができるという点も、すごくメリットだと思うので、そういった点も楽しんでいただきたいんですが、ただですね、ちょっとこうビジネスライクになりすぎてしまう可能性があるので、この内側に着るものは、カジュアルな方向に振ってあげた方が、僕はバランスがいいんじゃないかなと思っています。僕が今着てるのは、まあ、自分とこのブランドのもので恐縮なんですが、プリント T シャツですね。 こういったカジュアルなものを内側に合わせてあげることで、ある程度セットアップのスタイルを少しカジュアルな方向に振ってあげた方が、かえってバランスがいいんじゃないのかなと思ってます。まあこういったプリント T シャツだけではなくて、あとはこういったボーダーのカットソー今年は結構トレンドで様々なお店で取り扱ってますが、これもね結構相性が良かったりします。あえてカジュアルなプリント T シャツだとか、ボーダー T シャツを合わせることで、セットアップを着崩してあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思っています。 そして足元なんですが、先ほどですね、ニューバランスは40代以上の男性はちょっと難しい説をお伝えしていたんですが、なのにですね、逆行するかのようにニューバランスのスニーカーを今度は履いています。 これはなぜかというと、もちろん先ほどまで履いていた白レザースニーカーでもバッチリ合うんですよ。ただちょっとですね、3つ連続だと飽きてしまうなというのがあったので、こちらに履き替えてみたわけなんですが、先ほどもちょっと触れた通り、ブラックのセットアップということで、ちょっとこうビジネスシーンで使うようなイメージもあるかなと思うので、 そういったところに少しカジュアルさを取り入れた方がバランスが取りやすいということで足元は今回ニューバランスをあえて取り入れましたこのようなカジュアルなスニーカーでも全身が結構綺麗めだったらあえてこういったものを使うことでカジュアルさを足してあげるという役割もできるのでもしニューバランスススニーカーを履きたいという場合はちょっとセットアップの中に取り入れてみるだとかあとはロング丈のコートですね今回はちょっと暖かくなってきたので使わなかったんですが ステンカラーコートという綺麗めのロング丈のコートにニューバランスをスニーカーというような組み合わせはすごく相性がいいかなと思うのでそういった形で綺麗めの中に取り入れてもらうとニューバランスも生きてくるのかなと思っていますまあセットアップのコーディネートはすごく簡単なのでぜひ皆さんにトライしていただきたいなと思うんですがまあ僕は今ブラックを着てますがちょっとこうモード感が漂うような色合いなのでまあ皆さんがもし選ぶのであれば ネイビーだとかグレー系、このあたりがセットアップとしては使いやすいかなと思っています。セレクトショップでこういったものを買い揃えることができますし、もっと手軽なところで言うと結構 GU ですね。まあ自のセットアップがですね、結構気軽に買えたりするので、少し緩めのサイィングも試してみたいなという方は、GU のセットアップから始めてみるのもいいんじゃないのかなというふうに思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、超簡単、40代の春コーデベスト3というテーマで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。どれもですね、この季節に合いながらも、そこまで難しくないので、手持ちのもので再現することができるかなと思うんですね。 またちょっとアイテムが足りないなという方は参考までにですね、こちらの下の概要欄にですね、それぞれアイテムのリンクを載せておきますので、そちらもぜひチェックしていただければなというふうに思っています。まあ、改めて感じるのはですね、30代後半と40代の似合うものって、 やっぱりちょっと変わってくるかなというところなんですね。まあ、今回の僕の着こなしを見ていただいてもそうなんですが、サイズ感あえてですね、ちょっとタイトめにしてるんですね。まあ、ジャケットもですね、割とこう見幅がないようなコンパクトなサイズ感ですし、ボトムスもですね、細身のものなんですが、まあ、こういった王道なサイズ感っていうのは、やはり大人の男性には似合いやすいかなと思うんですね。 トレンド感も大事なんですが、周囲との調和だとか、あとは大人っぽくスマートに見せるのかっていうところ、このあたりを重視するスタイルも悪くないなというふうに改めて感じました。ぜひ皆さんもですね、ファッションに正解というものはないんですが、こういったスタイルが大人の男性には似合いやすいというところで、一つ頭の片隅に置いていただければなと思っています。 こちらのチャンネルではこれからも大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説していきますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますまた僕はもう一つですね YouTube のメンバーシップチャンネルというものを持っていましてベーシックな内容だけではなくて初級者から中級者に上がるためのですね様々なアイテムですとかコーディネートのご紹介をしていますまた月にですね2、3回のペースで YouTube のメンバーシップ限定の生配信もやっていますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからチェックしてください いただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山俊のメンバーシップチャンネル